行きますよ、ガチャ。はい、階段が出てきて出れるようになりました。はい、でこれが村人が住む、居住区でございます。で夜になっちゃってるね。はい、ここまでやってまいりました。ここからね、ここは先ほどの入り口でございますから、こう出てくると前にはですね、そびえ立つ15階建てマンションでございます。はい、このマンションがあるおかげで私こちらの居住区の方がですね、村人が無限増殖の条件を満たしてしまったがためにすごいことになっております。すごいよね、すごいよね。これでも無限増殖は抑えられているので今のところ増えてはないですけどね、数が絶対的に多い。素晴らしいです。素晴らしいのかちょっとうざいのかちょっと分かんなくなって、最近慣れちゃって、まあ、特に何も思わなくなりましたがね。はい、そういったマンションがございます。ちょっとまあ見に行ってみましょうか。ここはねエントランスになりまして、ちょっともううざいね、これで行こう。エントランス、もうどんな作りかを説明することも不可能なレベルです。こちらに裏口、最近作りました。裏口から出るとそこに田んぼがあって、こちらには渓谷村という場所がございまして、それはちょっと待って後ほどご紹介しましょう。ではもう一度こちらから、こちら入りまして、ここの階段を登っていきますと、はい、2階部分に来ます。で部屋がありまして、部屋にはこうやってベランダがあります。はい、こういう風な作りですね。で2階のこの、共有部分から、すーげー邪魔なんだけど、いけないよ、出れないよ。あ、出れた。2階の共有部分からこうやって渡り廊下でこちらの家とつながっております。でマンションに関しては上までずっと同じ作りの部屋が並んでいる状況でございます。あちらの家に関しては待って、ちょっと待ってください。先にこのマンション、ムーションという名前なんですよ。ムーちゃんのマンションだからムーションなんだけど、その理由に関して今から、ちょっと解説したいと思います。鉄の感圧板に鉄扉になっているのはなぜかというと、扉と認識させてしまっていたがために、村人が無限に増殖していたので上を全部鉄に変えた。ただそれだけでございます。後の作りは全く同じでございまして、で、最上階やってまいりましたね。はい、こちらご覧ください。まずはムー清掃主任というですね、このムーションを清掃する主任のムーちゃんがいまして、この部分を出ますと、はい、屋上部分ですね。屋上部分にはなんと贅沢にもプール。で今から、水浴びをしようとしている彼は、そう、ムー社長。あ、社長かい。社長、今からプールですか。よろしくお願いしますね。はい、社長はちょっと今遊んでるので、ちょっと相手してくれないみたいなんでね、ちょっとこちらから登っていきましょう。まだ上がございまして、上がりますと、はい、ほら、ムーちゃんの好きなキノコがここに、建物の建築の一部としてこうやってございますね。素晴らしい。うわ、おいしい。はい、で中に入るとちょっとまあカラフルにはなっておりますが、上がりますともう雲のど真ん中だな今な。ここにムー専務がいらっしゃいますね。専務は社長の弟でございますね。で先ほど、ムーちゃんハウスの本店にいたあの常務っていうのが三男坊ですね。次男坊です。社長が長男でございます。でこの上に上がりますと、ちょっと上がりますと、こんな感じでレッドストーンが並んでおります。でこれ上がると、はい、上がってこうやってなっておりまして、夜になると光るような、システムでございます。ここなぜ光らせてるのかというと、夜になって光らせておかないとモンスターがここに湧いてしまうからでございます。日照センサーとの仕組みを使って夜になると、ここには実は光る300という文字が刻まれております。はい、それではですね、はい、こちらの家はですね、村人たちの共有憩いの場という感じでございまして、はい、こんな感じで広場となっておりまして、この広場はそれこそ2階の渡り廊下でムーションとつながっておりまして、はい、村人たちが談話する場所という設定でございます。はい、そう、同じ作り、上の広場から左から降りるとこちら、右から降りるとこちらみたいな感じで、中身の作りは全く同じでございます。はい、そしてこちらにあるのは、そう、商店街の役割を今は果たしている場所でございます。この中には私お気に入りの御用達の司書がたくさんいます。いいものをいっぱい持っているんですね。でこちらの方に行くと、全然求めてない。お前は何でそこにいるの。あ、水中呼吸3だって。
まあわかんない。まあまあ、それは置いといて。ここもね、ゆくゆくは、デパート作ろうと思ってるので、取り壊しか、もしくは建物に変えてしまうか、どうしようか考えているところでございます。で、ちなみにデパートにしたい場所はこちら。はい。ここに大きなスペースがございます。こちらをね、デパートにしようと考えております。ね。はい。で、こちら、私が、結構、初期の頃に作った大きめの家。村人たちの住む家でございます。入りますと、はい、一部屋、二部屋、三部屋、四部屋、それぞれ違う床材を使って作っております。はい、で、この階段から上に上がることができます。二階はこうやって吹き抜けの、要するに溜まり、談話する場所、隣のあそこと一緒ですね、ほとんど。談話する場所になっておりまして、3階は個室です。個室となっております。はい、こんな感じ。まあ、個室だけども、むちゃくちゃ入り乱れちゃってますが。ね。はい、それが4つ続いております。こんな感じで。はい、そういう感じでございます。それでは、出ますね。はい、ムーションの隣の方から出てまいりました。はい、そうしますと、向かいにこちらは、昔、役所、関所として使っていた場所ですね。ここからですね、下に降りて、向こうにある渓谷村というところに繋がっていた場所です。はい。ここにはですね、修繕の師匠さんが、確保されております。はい。で、もちろんこの中にもムーちゃんハウス。ね。で、こちらね、モニュメント、100回記念で作ったモニュメントでございまして、この溶岩を流すという、点火式みたいなのをやりました。はい。で、この家は農民が住む家ですね。こちらに田んぼと隣接している農民が住む家でございます。はい。村にある家紹介に関しては以上でございますね。はい。それでは、こちらの方に行きましょうか。ここに行くと、釣り針です。普通に釣りする場所。まあ、釣りファームがあるからほとんど来ないんだろうけどね。まあ、のんびり釣りしたいなって思った時はこちらに来て釣りをしようかと思っております。真面目に喋りすぎてちょっともうしんどくなってきたな、だんだん。で、こちらのホールと、はい、ここは何も整備されていないとこです。はい。下には渓谷村が見えております。こちらはね、実はプレゼントボックスになっており、花火を打ち上げる装置となっております。はい。中の方を覗きますと、こうやって機械がございまして、ここにある花火をこのディスペンサーに入れることによって、誕生日祝いのお花火をね、毎日、毎動画に上げさせていただいております。こちらにあるケーキ食べる場所あるんですけれども、こちらの方に立ってこのボタンを押すことによって、花火を発射することができるという仕組みでございますね。はい、で、こちら、ケーキ食べる場所の裏にはですね、花畑がございます。花畑ですね。ちゃんと道もございましてね。で、花畑の前にこうそびえる、こちらはですね、駅になっておりまして、駅からこちらの方に行くとジャングルバイオームというところにつながっておりますので、マグタウンとは関係ないということで、今回はご紹介しないでおきましょう。じゃあ行きます。よいしょ。はい、こちらにやってきますと、はい、ここから入れます。はい、ちょっと村からは離れますが、じゃん !iPhone× マグロ。iPhone 像というものでございますね。なぜ iPhone なのか、私実はメインチャンネルの方で iPhone を中心にとした動画チャンネルを保有しているからでございます。最近更新してないけどね。で、ここにはマグロ像を建てるつもりでいたんだけど、今のところ、ビーコンの置き場所になっております。はい、これで、こちら全てご紹介し終わりましたので、じゃあね、最後、渓谷村のご紹介をして、マグタウンの紹介とさせて、紹介と可愛させていただきたいと思います。はい。じゃあ、こちらへやってきまいりました。ここからアクセスすることが可能です。降りましょう。降りますと、渓谷の中を、割と村っぽく改築したような場所にやってくることが可能です。まずはこちらからご説明いたしましょう。はい、ここを降りますと、
はい、こんな感じですね。渓谷村の仕組みというのは、渓谷の地面に木をいっぱい立てて、生やしてその上に家を建てていくというようなね、形にした作り方の場所でございます。まだ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 そのこだわりとしては、こういったものを全てね、焼き石に変えるであったりとか、まだまだやることはたくさんございますが、まだ発展途上の村だということでご勘弁いただければと思います。暇を見てはここの拡張を行ったり行わなかったりというような状況でございます。こちらはね、今のところね、何もない使わない場所となっております。昔は入り口の一つとして使っておりました。はい、一応ね、なだらかにこう登り降りできるようにハーフブロックだったりなんなりをこうやって引いて動きやすくはしております。はい、でこちらの方にやってくると、さっき降りた部分の反対側のところにやってまいりますね。ここに降りると、はい、こんな感じですね。あちらからぐるーっと回ってくると、ここにやってくることが可能。はい、こういう形になっております。それこちら下にも降りることはできるんです。こちらは後ほどね。で今度は一応ね、家もたくさん存在するんです、村だと言っているからには。そして当然村人も住んでいます。はい、これ真ん中の部分の家ですね。ここに入ると、まあ、木がね床になっているという特殊な場所でございますけれどもね。でここから、こちらの方に行くと村人がいて、この人はね強い剣持ってんですよ。強い剣、あーそう強くもないか。で村人が住んでてね、で家がまあそこそこあるんですけれども、ここはね商店街として使おうかなと思っていた場所です。まあうまくいっておりませんがね。まあ割といるな村人ね、割といた。で渓谷村、これ控え室があって、ここに店舗みたいなね、そんな感じの作りです。村人たちは言うこと聞いてくんないからダメだけどで、じゃあここからちょっと下に降りましょう。渓谷村が木でできている村だということが分かっていただけると思います。ほら木が生えております。しかもね、自然に生えた感じです。木が生えており、その上の葉っぱで生活をする村人、そしてその地下にも村人が住めるような作りにはなっている。スイカが置いている、スイカが。なんでや。はい、これが地下いっぱい目いっぱいに続きまして、こちらに来ると田んぼがございます。村人が増殖できやすいように私用意いたしましたが、結局村人はまだうまく住み着いていないので有効活用はまだできておりません。はい、まあ、一時期村人もここを利用してたんですけれどもね、マグタウンの拡張に伴いましてですね、あちらの方に村人が行くようになってしまったこともあり、なかなか村人たちが使ってもらえない感じですね。はい、こちらもなんかちょっとあるんですけれども、また拡張の可能性があるということで置いておる状態ですね。はい、そして当然ながら、この田んぼの方からもですね、上の方に登れるようになっておりまして、こちらか、はい、これ階段がありまして、こう上がると、はい、また洞窟みたいなのがあるんですけれども、全部ちゃんと敵が出ないように湧き潰しがされている状態です。で上がりますと、ここには、家がございまして、でここにも家があって、木の上ですね。で家がこちらにもあって、ここからちょっと登れるようになっているんですけども、ここは後ほどということで、はい、こっちに帰ってくることが可能となっております。なかなか入り組んだ町村でございますよね。大変、もうね、かれこれ1時間近く喋ってるので、もう喉が渇いてるし、もう口がもうむにゃむにゃだし、どうしようもないっていう感じですね。最後まで続けたいと思います。マグタウンだけでこんなにしんどいんだ、大変。先ほどご紹介しようと思っていたこちらの上に上がる階段でございますけれども、その前にですね、はい、こちらの溝の中にはトロッコエレベーターがありまして、そちらを登りますと、はい、このようにですね、渓谷村を眺めることのできる物見やぐら的な場所がございまして、あちらを後ほどご紹介する場所で、はい、こちらからですね、はい、先ほどのプレゼントボックスの隣に出てくることが可能となっております。何があってもこちらにはアクセスできるようにしておくというね、配慮です。嘘です、たまたまそうなっただけです。はい、それでは最後あちらの方をご紹介して、終わりたいと思います。はい、登りますね、登ります。はい、登りますと、はい、ここもマンションのような作りになっておりまして、マンションというか、もうあちらにムンションがあるから、もうアパートレベルですね、ここはね。ただのくり抜かれた部屋がたくさんあるだけの場所もうちょっとちゃんと整備し、時間かかるだろうね、整備しようと思うと。
渓谷の自然を生かした家をねちょっと作りたいということで、あんまりねちょっと外観を潰してもどうかなと思っていたんですけれども、やはりね少し整理をしていくということは大事です。この辺もですねデザイン的にもちゃんとしていかないといけないです。今の僕であればもうちょっとマシな渓谷村が作れると私は思っております。はい、多分もう今この今私喋ってるのは後半の動画になると思いますけれども、皆様長い間お付き合いありがとうございます。こちら渓谷村の名物、の噴水でございます。はい、何が名物っていうわけでもないんだけど、まあ、とにかく噴水でございます。そしてここに無意味に白樺の木、自然になっていたのをそのままにしているだけでございまして、はい、こちらご覧ください。村人の治療施設という風になっております。ちょっとまあ歩くの遅いんでちょっと待ってくださいよ。はい、ホスピタルと書いてますね。はい、こんな感じでここに、落としていきます、村人ゾンビを。で治療して開けることで向こうに流れていくと、そして、渓谷村の方に馴染んでいただきますというような設備ですね。でこのはしごを上がりますと、村人ゾンビを捕獲するための設備がこちらにございます。はい、全然大した設備ではないんだけど、夜になってきたな。でも金のリンゴがないぞ。あ、ないな。ちょっとやってみたかったんだけど、こうやって落とす、ただそれだけ。ただここに誘い込んでくる必要がある。こっちだぜ。紹介動画、長きにわたり前編後編とお付き合いいただきました皆様、本当にありがとうございます。無意味に村人でもない、村人でもないゾンビを落とそうと思います。さあこっちだよ、誘い込みます。じゃあね。あれ、あ、俺が押した。はあ、というわけで、何の面白みもない動画を2日間にもわたりお届けいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。皆様のコメントもご紹介しようと思うんですけれども、まあ、いろいろと、本当にずっと、マグタウンご紹介してくれというコメントが多かったもので、そして、加えてですね、収録ができなかった、今日この動画を公開している日は私撮影できない日なので、取りだめという形を選ばせていただきました。実はですね、まだまだ根沢でつながった村、新しいバイオムなど、たくさんご紹介したい部分はございますが、この辺りでマグタウン紹介動画を終わらせていただきたいと思います。我が倉兄弟の中で昨日と今日誕生日だった方、いいことがあった方のためにですね、私が代わりにケーキを食べて、そして花火を打ち上げるという、ことをやっていきたいと思います。それではパクアテラーマス、皆さんおめでとうございます。ちゃんと音あるで、今日はいいね、本当に皆さん良い一日、そして良い一年となりますことを心よりお祈りしております。では久しぶりにこちらから行こう。あ、失礼いたしました。はい、それではぴょん、はい、行きますよ。昨日はやってなかったからね、まあ、取りだめだから2日分を1回にまとめて、はい、マグクラ兄弟の幸せを祈願し、本日もマグロ大名人の方にやってまいりました。この焼けたマグロをですね奉納し、あ、マグロ大名人お付き合いありがとうございます。長々とお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ああ花粉症はまだまだ続く、これにて。こわっこわ、もうめっちゃ最近画像もらうのが多くて、ちょっとご紹介していきたいと思います。収録外の自慢、神タイム、今日のコメミ、ははは、なんか上にスライム乗ってるやつ、コメミ、ほな、手直しとリクエスト、ご祈願、ははは、なんかチョッパーの帽子かぶってるやつ、ほな。はい、というわけで皆さん、たくさんの画像ありがとうございます。これ全てフォルダに保存させていただいております。本当に嬉しい。またそうですね、明日からは通常更新を行いますので、お楽しみにしておいてください。副音声に関してもまたちょっと考えておきたいと思います。それでは最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。まあ2日間続けてそればっかり言ってるな。ありがとうございました。あ、ほな。